ムックスタディ日本の歴史、はい、第27回目でございます。第27回目、はい、はい。で早速ですねメッセージ来てるので、はいえー、読みたいと思います。はい、えー。ラジオネームジャスミン茶と猫。 覚えてますか,か面白いですねあの僕らがマリカチャって読むんですかねって言って間違えちゃったやつですね、あのー、読み方教えてくださいって言ったらメッセージいただきましてなるほどジャスミンチャと読むとあ。 なるほどすみません我々の無知だっただ、ね、無知だったということ勉強不足で丁寧に「ジャスミン茶です」と「ジャスミン茶と猫、まあ」リクエストではなく「メッセージ」ですね。ーこんにちは先日はリクエストを取り上げていただきましてありがとうございました、はい、期待していなかったわけではないのですがまさか取り上げていただけるとは思ってなかったので実際読み上げていただいた時は本当に嬉しくて大興奮でした。うん さらにこれ、大興奮してもらってますかね。はいろいろとお調べいただきましたありがとうございました。はい、大変光栄でした。あと、ラジオネームややこしくてすみません。要するにこれがジャスミン茶と。なるほど。教えてくれたと教えてくれたことですね。はい、すねなんか双方向になってる感じでいいですね <laughs>、はいえー。これからも楽しみにしております。本当に素敵、はい、本当に素敵な番組があると友達にも紹介しています。これからも応援していますと。はい、嬉しいですね。はいえー、ぜひぜひまた。 どんどん口コミしていただける。そうですね。はい。はい、ありがたいなと思います。はい。ということで、えー。今回のですね。はい、えー。テーマはですね。浜口。おさち。おさちさん。はい。知ってますかね。ええ。僕は知らなかったですね。何言ってんだこいつみたいな感じでね。はい。<laughs> えっと、昭和の政治家大正から昭和ぐらいですかね。でですねこの方ちょっと面白くて「あのおさち」って「あのさちよ」って書くんですよね、うん、あの幸せにオスメスの「お」ですね。うんうん、でまあ,あのおさちなんですけども、うん、これウキペディアちょっと僕見てたらちょっと面白いんで <laughs> ちょっと読みたいと思うんですけども。はい 幸男と命名されるがだから実際はそれがお父さんが出生届を出しに役所に行く途中にお酒を飲んで、うんうん、役所に着いた時はもう明定状態だったと。<laughs> でうん、うん、その状態で出生届に記入して誤って名前を前後逆に記入しちゃったと。<笑><笑> でそれがそのまま受理されて、幸男だったんだけど、お幸として <laughs>、なるほど、なっちゃったと。えー、お幸として、まあ、登録されちゃったということで。でも、後々ね、総理大臣までなってますからね、ねうん、だから、ある意味、幸男っていうより、お幸の方が、ちょっとインパクトはありますね。うそうなんですよ。はい、じゃあ、いきますか。はい 一応ね、あの先週、先々週とああのま終戦とかね、そういうことやって、割とこう、気骨のある、骨のある人、まあそういう人、僕、好きなんですけど、例えば文吾が、現代のね、政治家に対するイメージってどういう感じいや、なんか、あの、なんとなくですけど、なんか、ふわっとしてるというかな、な、なんだろう。 うん、や弱すぎるというかそんな印象をううあり、ね、受けてしますよねあの。実はですね、まあ、もちろんね全員の政治家とか知らないので、まあ、もちろん気骨ある方もどの時代でもいると思うんですけどす、ねうん、なんかやっぱり戦前って戦争しちゃったものだから割とこう全部よくなんかなん,なんつうかな不幸な時代みたいなね、はいうん、それで今はまあ経済繁栄してていい時代みたいなイメージを持たれている方も多いと思うし。 思うんですけど、うん、かなり骨のある政治家とか軍人とかたくさんいるんですよ。それをねちょっと僕はね紹介したいと思いまして、はい、で今回は浜口尾崎さ,さんをして総理大臣までなってんのにあのあ文語も知らないし、うん、多分他の人も何を言ってんだっていう話だと思うんですけど。 で、まず、えー、と当時のちょっと背景を言いますと、はい、まず明治時代が終わりその後明治の次は大正っていう時代なんですよ。で大正といえば大正デモクラシーって聞いたことあると思うんですけどいいす、ね、まず明治の時代っていうのは、まあ、幕府を倒しましたそこから、えー、と国を作るためにある意味その独裁で例えば初期の頃は大久保独裁でその後は えー、伊藤博文とか、はい、山形有朋とかが、まあ、国を作りでただそれだとまあなんうのかな一部の人がやってるか、まあ、幕府と変わらないからちょっと民主化しないということで、えっと、議会を作ろうっていうのが、まあ、明治の後半からあるんですよ。うん、それでだんだんその作り始めよりだんだん時間が経っていくようになって大正デモクラシーっていうじ時代っていうのは要するにそれが。 選挙によって選ばれた人がようやくこう力を発揮してた時代なんですね。それまで特定の、要するにもう選挙、議会とは関係ない人たちが、うん、えと政治を担ってたのを、まあ、簡単に言うとですよ、はい、本当はもうちょっと複雑ですけど、いう時代なんですよ。で、えー、と今と若干違って、 ですね、今ってどっちかというと自民党独裁の感じですよね一部民主党があの政権取りましたけど基本的に自民党の人が、まあ、総理大臣になるっていうパターンが多いじゃない、はいまあ、ただ自民党の中に派閥っていうのがあるからある意味そこで競争してなるから、まあえー、と自民党の中でこう競争しながら総理大臣になるって感じですけど当時の、えー、と日本っていうのは二大政党制だったんですよ。 だからアメリカとかイギリスと同じ。んうんうん、で、一つが、えっ、ー、と、声優会っていうね、えー、ものと。はい、で、声優会っていうのは、どっちかというと、こう、今までの権力寄りというか。で、もう一つは、えー、立憲民政党っていうのがあるんですよ。これはどっちかというと、庶民寄りというか。まあ、どっちかというとですね。で、えっ、ー、と、当時はやっぱりね、えっ、ー、と、今の日本違って、えー、せ 前回のやつもそうですけど、軍隊を持ってましたので、軍の影響っていうのは、さっきも言ったように、議会とは関係ないところに力があるんで、その影響も強い。で、昔ながらの、えっ、ー、と、ね、薩摩とか長州の残り、この人たちが選挙と関係ない貴族院っていうのになって、んうんうん、要するに世襲の議員。はいはい と選選挙で選ばれた人た人ちの大正デモクラシーの時っていうのは選挙で選ばれた人が力を持った時代なんですけど、うんまあ、い,いわゆる今と違って権力がいろんなところにある時代なんですなるほど。で声優界はどっちかというとこうそういうもともと力を持ってた人にちょっと近い側。で民政党の、えー、総裁になったのが浜口尾幸なんですけど、はい、でこの人まあ えと政策はねあのいろんな議論あるんですけど、えーとまあ、やったことっていうのはまず日清戦争日露戦争で日本が勝ちましたってなった時にどうなるかっていうとやっぱり軍隊を強いなとあと軍隊を強くないと他の国に対抗できないからどん,どん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 軍隊を強くしようってなるんだけどそれっていうのは予算が限られてるから、うん、庶民の生活を まあ、ある意味不幸にして軍を強くしているってそれはあの大国ロシアを倒すためだから餓心昇丹っていうあのキャッチフレーズでやってたんですよ餓ンっていうのは何ですかえああちょっと難しいです、ね、そうですねでショタンっていうのは肝をなめるってい、うん、苦い餓心ってあれでれだ。えっ、ー、と硬い枕で寝るみたいなだからうん、うん、その 苦苦心苦労を重ねるだからもう戦争に勝つためだったらどんな犠牲もしますっていう精神でやってたわけです、うんね、でも一段落してでもずっと苦労してたら国民ももう参っちゃうし、うん、でさらに基金とかねあって、えー、と農村ではなんか身売りっつって子供を売らないといけないとか<ー>そういうのが起きて、うん、でそういうのは何とかしないといけないということであの浜口さんは軍縮。 今軍の拡大のの逆、うん、軍の、えー、予算とか、うん、あとは戦艦とかを減らしていきましょうと、はい、で別のところにお金を振りまけましょうっていうことをしてた人なんですよただ当時は軍の力が強いのにそんなことやっちゃうから、うん、めちゃめちゃ反対に合うわけですよね、うん、めちゃめちゃ反対に合う中やって、うん、で えともちろん他の人もね一人でやったわけじゃないですけど、うん、象徴的にやって、うん、で尾崎って名前なんですけど、うん、別名ライオン宰相って言って <laughs> <お>かなりパワフルの、うん、まあなんつうんですか気合いの入った政治家なんで風貌も含めてうん、うん、まあ良、えー、ければねあのネットで調べ,うで、ね、調べてもらえば画像が出てくると思うんですけど、うん、ものすごく何信念の通ったあの強い人でそういうなんつうんですか屈し,し,し,しないで。 やってたんですよ、うん、そうするとやっぱり軍とかには睨まれる、はい、あと一部の国民、まあ、右翼的な人たちにも、はい、そんなだったら日本が弱くなるんじゃねえかみたいな国民のなんかいい生活よりも国としての要するに国民側に立つか国側を立つかっていう、はい、まあ問題がある、うん、特に戦前っていうのはどっちかというと国の方が大事っていう教育をされますから、うん、そういう人たちがめちゃくちゃ叩かれてあのねピストルで撃たれるわけですよ。うん で、当時民政党っていうのはあ民,あ民政党じゃないそのライバルの声優界っていうのはもう浜口内閣を倒すならば悪魔とも手を組むぐらいで<う>要するに軍隊と組んでん自分たちも軍事化しないといけないと思いながら、まあ、今もそうじゃない。 ね、野党の人って何でも反対じゃない、うん、そうです、ね、持っていっちゃう自分たちが政権取った時にイエスって言ってたことも、うん、自民党がやると反対みたいなそう,です、ね、そういうのとしてで、ねうん、心情的には浜口大雄の言ってることももっともなんだけど、うん、とりあえず政権を取らないといけないから反対しまくると軍、うん、と組んでねそんな中ピストリで撃たれて、まあまあ、重傷を負って入院してんのに要するに議会に出てこないで。 いつまで総理大臣やってんだっていうことでギャーギャー言うわけですよ同じ政治家が。軍事案をもともとの落としたいからギャーギャー言うのはある意味当たり前じゃん自分たちのお金を減らそうとしてる人だからしたらその同じ政治家である声優界の人もギャンギャン言うわけですよ。あの実は鳩山一郎さんなんでギャンギャン言ってた人だから鳩山一郎さんっていうのは民主党時代の鳩山さんのおじいちゃんなのか。はいうん ガガンガン言っててしたらその殺害ライオン最初っていうぐらいだからもうだったら出てやるわっつってあれも,うひもう重傷なんですよ。両脇人に抱えられながら国会に来て答弁をするっていうそれでもこうギャーギャー言われるわけでその半年後にまあそういうこともあって死んでいっちゃう人なんですけどそれぐらい要するに自分の命よりも要するにその当時は。 えーと軍のお金を減らして、えー、とそれ以外のところに振りまけるってことに、まあ、文字通り命をかけた政治家なんですよだからその,その政治信念ねあの全てのことが理想的な政策だったかわかりませんけど、はい、信念とか生き様とかが非常に筋の通ったあの僕的にはものすごい好きな人なんですけど。 世の中的にほぼ認知されてないんで本当ですよね <laughs>、うん、僕も初めて聞きましたから、ね、そうだからねものすごいあの一本筋の通ったんなんか明,明治生まれのすごい人かなっていう,う,ーうーいやーなんか面白いですね どどんんん正面突破していくんですねそうそそそうそううガガンンくだから曲がったことを嫌いなんで<ー>だからいわゆる今の政治家の、うん、イメージね、はい、あの違いしてもいいけど、うん、なんか根回して裏工作で、うん、なんかもうことを済んでますよって感じだけどそういうことを一切せずにもうまっすぐ自分の信念と自分が思う国民のために思うことを、うん、もう要するに。 脅迫されようが殺されようが最後まで信念通したっていう、うん、そういう政治家なんでだから現代にこういう方がまあいるのかもしれないですけどいてほしいなと、はい、そうですね、うん、まあ実際見てみたいですねそう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 、うん、だから一概にね戦争前の時代のことって全部が変なことじゃなくて実は今以上に人間が 慣れた人っっていいいいうかぱるんですそのうちの一人が浜口さんなんでそのコンビを組んだのが浜口大聡さんというか総理大臣その時要するに軍のお金を削らないといけないから当時の大蔵大臣も大蔵大臣がどこにお金を予算を振るうわけじゃないですかそれが井上順之助ていう人とこのコンビなんでちなみに井上順之助さんも殺されてますだから本当の命がけなんかもう なんですかまあ今のね僕らのこの時代に生きてたらちょっと考えられないけど、うんうん、平気で死にますよね平気で死ぬ平気で殺されますよね。そうしあとその生きるっていう定義がちょっと今と違って、うん、今ってこう長生きとかだけど、うん、本人たちは何をするかが大事だから、うん、例えばそれをねじ曲げて、ね、だ脅迫に負けて、うんうん、じゃあやっぱり軍の予算をそのままつけますって言ったら。 もう自分としてそれが死ぬよりも嫌っていう感覚なんでそういう方なんでもし興味ある方はそういうねこの番組でも何人か今後もやっていこうと思うんですけど、はい、実は埋もれた気骨のある政治家みたいな人っていうのは、うん、たくさん日本にいるんですよねだからそういうこともちょっとスポットを当てたいなと。 いやいいですね。今回はまた後々から見たらパートワンになるかもしれないですけど、あの昭和初期また対象の気骨のある政治家ということですね。浜口おさちさんですね。でもこの浜口さんは実際に内閣に慣れたぐらいちょっと話戻しちゃいますけど、内閣に慣れたぐらい。 あのまあ、パワフルだったと思うんですけどうん、うん、周りに人がやっぱりついてきてたってうことですだからやっぱりあの信念の人で、うん、だからやっぱちょっとカリスマ性は非常にあった人なんでだからやっぱりその同志みたいな人がいてで、うん、当然全員がもう命を張ってるっていう、うん、そういうことですよね本当になんか言葉だけで命がけてって言われ本当に命を張ってる状態なんで,で、ね、いやーちょっと、うん、ね気骨な昭和の政治家ですかそう,そ,うそ,うそうなんですよ なんかねこのシリーズもね、うん、あの後々じゃあちょっと,、ね、やっと進めていければなと思いますので今回のテーマは「むくむくさんでした。むくむくラジオ食べ」はい「えー、ささむくむくラジオ食べ」「むくむくラジオ食べ」むくむく